それでは、勉強会紹介のセッションの方を始めさせていただきたいと思います。 HTML5 とか勉強会ほぼビギナーの山崎さん、よろしくお願いします。ビギナーの山崎です、よろしくお願いいたします。ですね、まず、ビギナー部の、まあ、メンバーの紹介からですね。でビギナー部はですね、6月に、発足しまして、スタッフは、まあ、結構いますで、真ん中くらいにですね、HTML5 から、まあ、HTML5J からですね、まあ、サポートで平井さんとか中島さんとか、あと副部長で吉川さんとかですね、やっていただいたりしてまして、今第2回をですね、ちょうど昨日行いました。で、ビギナーの目的なんですけども、その名の通りですね、ビギナースキルレベルに合わせた勉強会を開催します。で、まあ、スキルアップ、モチベーションアップですね、あとは横のつながりを作るきっかけを作る場として、まあ、提供できればなと思って、今やっております。まあ、良いことは何でもやっていきたいなと思っております。で、実際にですね、活動報告として、まあ、第1回が6月にありまして、デジタルハリウッドのお茶の水子をですね、カフェテリアを借りてちょっとやりました。これちょうどあの見えづらいんですけども、ここにですね、白石さんがトップバッターで出てた写真になってます。あ、こういう。で、これはですね、実は真ん中の稲葉さん、マジカルタトゥーとかですね、書いてる先生が、何て言うんでしょう、JavaScript が大好きで、デジタルハリウッドに通ってですね、今自分でホームページ作ってます。で、今度 3D を覚えようかなみたいな話をしまして、まあ、非常にあのメンタルというかですね、モチベーション部分で勉強になる話をしていただけました。で、第2回、ちょうど昨日ですね、マイクロソフトで行わさせていただきまして、吉川さんとかですね、まあ、こんな感じで。で、ここでですね、名刺交換とか、隣の人と話して、こう、ちょっと、なんて言うんでしょうね、横のつながりを作る時間を作ったりして、勉強会プラス、なんか、そういう場の提供という形で、やらさせていただきました。はい。で、ノーマークですね、できました。で、HTML5J のビギナーズと。で、実はですね、今日、5、6枚になるので、後で欲しい方がいればですね、僕ですね、ちょっと今、ちょっと病気で、ちょっと胃腸炎でですね、早く帰らなきゃいけないので、これ終わったら多分すぐ帰ると思うので、スタッフの方に渡すので、欲しい方がいればですね、ぜひもらってください。はい、まあ、こんな感じでですね、楽しくやってます。で、皆様もですね、お近くのビギナーの方、ぜひご紹介していただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。山崎さん、ありがとうございました。続いては GW ガールズの安西さんからよろしくお願いします。はい、G-TAG ガールズの安西由紀と言います。よろしくお願いします。私たちは G-TAG ガールズという、イベントをやっていて、Google グループで、運営をしているので、参加したいという方はぜひ bit.ly/G-TAG ガールズからお願いします。ただし女性限定ですので、男性の方は残念ながらお断りしております。ポイントもないです。G-TAG っていうのは、Google テクノロジーユーザーグループの略です。なので、Google が出している、まあ、テクノロジーに関連するような、勉強会を行っております。参加者は全員女性で、大体1、2ヶ月に1回ぐらい開催しています。で、特徴としては、イベントはいつもハンズオンです。講師の話を聞くだけというのではなくて、必ず毎回実際に手を動かして、まあ、皆さんノートパソコンを持ってきてもらって、その場で実際に手を動かして新しいテクノロジーを体験するという形になっています。さらにですね、このハンズオン始まる前に毎回、和みタイムという参加者の皆さんが一緒にこう何ですかね、軽食を食べながら自己紹介し合ったりとか仲良くちょっとなってもらうような、時間を設けていまして、ただ単に勉強をするというだけじゃなくて、こういうテクノロジー界隈で女性同士のつながりを持ってもらいたいなという意図でやっています。
なので、まあ、そこでちょっと仲良くなってもらって、隣の席の人と一緒に協力し合いながら実際に手を動かしてもらうという形になっています。で、今までに第12回まで開催していまして、で次は9月を予定しています。大体これまでにやった内容ですけど、 Google アップエンジン、あと WebSocket、WebGL、Google プラスヒストリー API、Android、Chrome エクステンション、HTML5 のオフラインウェブアプリ、あと Web インテンツ、あとキャンバス、Google Apps スクリプトとか、そんな感じ、はい、です。なので、まあ、大体あのスタッフもぜひ募集してますので、ぜひ自宅ガールズに入ってスタッフの方にも応募いただけたらなと思います。以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いてはウェブ先端技術アジミ部の金井さんから LT をいただきます。はい、それではですね、ウェブ先端技術アジミ部についてですね、ご紹介させていただきます。ツイッターとかこんな感じでやってます。あとですね、Facebook ありますので、それはアジミ部でアクセスしていただいて、とりあえずいいの押しましょう。押してから始めたいと思います。嘘ですはい、でまずお前誰だっていう人向けですね。金井と申します。アンジュラ JS ジャパンユーザーグループの管理人をやらせていただいたり、あとウェブセンター技術アジミ部副部長としてですね、今日はここに立たせていただいております。部長がですね、白石さん、あと顧問っていう部活動ですので立場として吉川さんなどが、います。でですね、いつもこういうふうに自己紹介させていただいているんですが、ですね、なんか白石さんがですね、やたら最近ラーメン屋を始めたい、こんな感じですよね。こんな感じになったおかげですね、僕部長になりましたはい、こういう理由で部長になりました。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。で早速アジミ部の説明させていただきます。渋谷発世界一早い勉強会ということですね。渋谷発は後付けなんですけど、世界一早い勉強会っていう風になってます。で、何が世界一早いなのか、最先端技術を実際に触ってみるということでですね、これが世界一早いになってます。分かりやすいところで言うと、白石さんが毎日メールに最新情報をすれとかっていうメール結構送ってくださってたんですけれども、そこを、その中から面白い話題をピックアップしてですね、実際触ってみるっていう風にしている勉強会です。で、どんな感じでやってるのかっていうと、こんな感じです。赤字のところがアジミ部っぽいところですかね。まず先端技術すぎて講師の先生いません。熟知 している人はですね、たまにいるんですけれども、基本的にいないので、皆さんでワイワイ探しながらやる感じです。あとはお酒飲みながらは OK ですね。あと PC 持ってきてほしいです。アジミで実際触りますので、ぜひぜひPC 持ってきてください。あと予習は不要ですなんですが、ブラウザの最新版カナリのカナリとか、Firefox の最新版オーロラとか、あとポキッドキットアカウントとか、Node.js ぐらいのサーバーとか、基本的にこの辺の全てがインストールされていると、割とアジミミックにプラットして大丈夫かなと思います。あとですね、これまでアジミにしたものたちですね、リンクを割と貼ってあるのでですね、まあ、知らないのが多いかもしれないですけれども、ご興味あったやつだったら、リンク、踏んでみてください。それっぽいところに作ると思います。はい、とにかくですね、一度皆さんにお越しいただいてですね、一緒にアジミ部やってみたいなと思っています。せっかくなのでね、食わず嫌いで技術、触らないっていうのはもったいないので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでありがとうございました。金井さん、ありがとうございました。続いてレールズガールズの鳥居さんから LT をいただきます。レールズガールズとレールズガールズモアっていう勉強会を紹介しに来ました。まあ、私は鳥ゆきっていう名前でウェブプログラムをしています。で、レールズというものを聞いたことある人、大体何か分かる人どれくらいいらっしゃいますか？結構いる。じゃああんま説明しませんが、なんかウェブのアプリケーションが作れるフレームワークです。で、レールズガールズって何かっていうと、2010年にヘルシンキで始まったものなんですけれど、で彼女が始めた、リンダっていうので、可愛くてちょっと業界で天使って呼ばれてる人なんですが、で、どういうものかっていうと、こう女性に技術を、
手渡すことで自由に、自分のアイデアを実現するコミュニティを提供したいっていうものでしてですね、結構世界的なものでも月に何カ国でもやってる感じのものです。で、初心者がターゲットでですね、それは特に深い技術とかは言いません。で、1日かけてガイドでに沿ってやってたらウェブアプリが1個できて、しかもそれがウェブ上に載っておおっていうような、そういうイベントです。で、日本では大体3人の参加者に対して2人ぐらいコーチがついて、やる付きっきりの体制でやっております。で、まあ、こんな感じでやってますね。このネタですが、札幌で9月、東京で10月、松江で11月って感じなんですが、まあ、あれですよね、遠いですよね、札幌とかね。で、10月 の東京は多少まだ未定で、あれなこう今やる気を起こしたっていただいても全然この先遠いので、そんな中でレールズガールズモアという勉強会があります。これレールズガールズ東京が第1回あった後に、1日じゃ勉強したりないよねっていうことで、月1回継続的に勉強しましょうっていう話のやつ、になって作ったやつで、だいたい毎回、毎回10人、以上は参加してるんで、それに7人ぐらいコーチがつくというなかなかビッグな体制で、あとお菓子がいっぱいあります、みんなが持ってきてくれるので。で、だいたい11時から4時ぐらい1日かけてやって、今日何やりたいですかっていうのを1人ずつにヒアリングして、それにぴったりのコーチをつけるっていう、いいやつです。で、その成果としてこんなデザイナーさんだったり何もやったことがなかったような人がこういうのを作れるようになったりしています。で、まあ、それやって何がいいかっていうと、プログラマーの考えることが分かるかもしれなくて、喧嘩せずに済むことが多くなるかもしれず、あと自分のアイデアを自由に作ることができます。で、まあ、やってみると楽しいですっていうような感じで、Facebook グループクローズなんですけど、そこでやってますので、私に声かけていただければ招待しますという感じです。で、参加リクエストいただいてもいいです。レールズガールズ東京モアかなんか検索すると多分出てきます。で、そんな感じで、まあ、よろしくお願いいたします。トニーさん、ありがとうございました。続いて HTML5J M クラブの川田さんから LT をいただきます。はい、業務システムエンジニアの HTML5 勉強会、いきなり長いタイトルが出てきましたけれども、はい、私部長をやっております川田と申します。で、いきなりですけれども、はい、こんにちは、M クラブですということで、本日はですね、私たちが主催しております勉強会の内容についてちょっと紹介します。で、ちょっとその前にエンプラブって何やねんってこうみんなにこうツッコミをよくこう受けるんですけれども、もうこう私のトークだけでいいかもしれないですねすみません、もう。で、HL5J っていうグループの中にいろいろこう部活ができたんですけれども、その中でこうエンプラブっていうのがこう出てきたんですけれども、で、そのエンプラブってなんだって、これテンプラと別に関係があるわけじゃなくて、エンタープライズ部っていうことで、こうエンタープライズ領域ですね、そういうところになんか推進しねっていうふうに HTML5 のこの勉強会でですね、とある、交流会のところでちょこっと話したら、そこからこう発展してこう部活になるという、そういったこう経緯があります。まあ、具体的にどういう人がいるかというと、例えば SI とかであったり SIR とかであったり SE と呼ばれるような人たちですね。そういう人たちが集まってやってるような感じ。で、会場行くとびっくりですね。みんな Windows ばっかりなんですよ。もう普通 Mac ばっかりなのに Windows ばっかりと。しかもそれに負けないぐらいノートの人も多いという。ね、うわー、すげえ、みんなノートだってこうびっくりしますよ。で、これスーツがすごい。これもうちょっと宣伝です。スーツ男子多いから来てくださいよ、皆さん。はい、そんな感じです。で、どんなことをしてるのかと言いますと、まあ実際エンタープライズって何なのっていうところを言ってもやっぱフロントエンドがマイクロソフトになって、でサーバーがオラクルがほとんど占めているような状態になってますと。で、最近になってやっぱりそのどちらもですね、結構 HTML5 対応っていうのが進んできてですね、これからまさに盛り上がろうとしている状態ですと。もうだったらちょっとそろそろいけるんじゃないかと、いろいろこう制限出てるし行っちゃおうかなって思うんですけれども、一貫性こう課題がたくさんあって全然こうエンタープライズに入らないと。これウェブをちょっと進めていかないと、これ負けてしまうぞ俺ら、他の業界にばっかりいい思いされやがってと思ってですね、こう勉強会を開いてます。
ちなみに第3回がですね、8月1日ですけれども、これ終わっちゃいました。IE をテーマにします。で、4回なんですけれども、9月に開く予定です。こっちは Java をテーマにしております。で、5回目なんですけれども、これ覆面講演者がですね、HL5 適用事例を語るという、こうエンプラってこう、名前バレちゃう、バンスイオの案件が結構あったりとかするんで、覆面をかぶってみんなに発表してもらおうという、そんなのも予定しております。で、11月にはですね、モバイルのその業務アプリソリューションなんかを扱った勉強会をしようなんてことを思っております。どうぞどうぞお気軽にご参加くださいということです。はい、ありがとうございます。川田さん、ありがとうございました。続いてですね、ブラウザー勉強会の村地さんから LT をいただきたいと思います。はい、ではブラウザー勉強会です。ブラウザー勉強会、ブラウザーについてもっと知ろう、もっと仲良くなろう、もっと使いこなそうというのキャッチフレーズは、このスライドを作るときに、昨日かな考えました。今までこんなキャッチフレーズ使ったことないんですけども、まあでもこういうことです。はい、で、ですね、はい、でですね、勉強会のテーマはこんな感じです。はい、ウェブの標準化最新動向、まあ、HTML5 とか勉強会とか重なる部分ですけれども、最新動向とか最新の企画について見ていこうとか、あと、ブラウザのセキュリティ、まあ、割とセキュリティ系のお話なんかもよくあるんですけど、ブラウザのセキュリティ。それから、その、HTML5J とちょっと違うところとしては、そのブラウザそのものの話。例えば、ブラウザーにこういう機能がつくとか、特に機能といっても例えば UI、 ブラウザーの UI とか、そういった部分、あと管理機能ですね、マネジメントの機能、こういった部分の機能なんかについてのお話から、いわゆるインターオペラビリティ、総合運用性と逆に違っているところ、どこが同じでどこが違うか、それから、インストール展開管理や制限みたいな、そのいわゆる企業の中、ちょっと今エンプラブの話出ましたけども、企業の中なんかで使う場合の、集中管理、あるいはまあ個別管理みたいなものをどうやっていくか、そういう話とか、あとユーザビリティどうなってるのかとか、こういう話を結構今まで取り上げてます。これからもやっていくと思います。で、開催実績なんですが、今まで出てきた勉強会のようにものすごく頻繁にやってるところとは違いましてですね、すんげえ気長な勉強会です。なんでかっていうと、この勉強会実は、スタッフ僕しかいません。基本的に僕が、いろんな話を聞きたい人に、ちょこちょこっとお願いをして、で、日程とですね、会場と都合があったらその時やる、合わなかったらしばらくやんないっていう感じでですね、こんな感じで間がすごい空いてたりするところもあるんですが、ちょこちょことやってます。一番最近ではですね、4月にやりました。3回目と4回目は割とこうテーマをはっきり決めてですね、そのテーマに沿ってゲストの人に、いろいろな話をしてもらうというのをやってます。これ前回4月の時の会場なんですが、まあ、こんな感じです。これは100は入らないのか、90人ぐらい入るとこほぼいっぱいだったんで、見てきたと分かるんですが、割といい会場で今回この間はやりました。パラパラと見えて分かるように、女子率もそこそこあるんですが、参加者構成こんな感じです。大体男女比8人ぐらいっていうことなんですけれども、テーマによって開発者の方が多い回、それから IT プロの方が多い回というのが今まで5回ぐらいやってまちまちなので、男女比ただそう言っても大体2割ぐらいなんで、もうちょっと女性の方にも来ていただきたい、特に IT プロの女性の方なんかはぜひ来ていただくと面白いのかなと思います。で、次回の予定なんですが、実は未定です。すいません、全然まだ何も考えてないんですが、できれば、今年の秋ぐらいにやりたいなと思ってますが、テーマもなんとなくまだこの辺でモヤモヤとしてる段階でですね、まだ決まってません。逆にこんなことをやったら面白いよとか、こういう話聞きたいよとか、こういう人の話聞きたいよとかですね、なんかあればちょっと言っていただくとですね、面白いかもしれません。あと俺に喋らせろとか、私に喋らせろという方も募集でございます。で、どうやったら参加できるかということですが、まあ、ウェブサイトあるんですけれども、手っ取り早くは、Google グループでブラウザ勉強会を検索していただくとですね、メーリングリスト参加できますので、開催予定とかはそちらで流れます。あとは Twitter で、ブラウザ WS、ブラウザワークショップの略なんですが、これのハッシュタグをつけて、告知したりしているので、このあたりも、情報が取れると思います。ぜひ、
お願いいたします。で、ブラウザーについてもっと知ろうと、でブラウザーともっと仲良くなって、ブラウザーをもっと使いこなそうということで、フォーカスしているのは、HTML の技術というよりはどちらかというとクライアント、ユーザーが使うであるいは企業内でですね、いろいろと、ツールとして使っていくブラウザーというものに焦点を当てるというのがうちの勉強会ですので、ちょっと HTML5 勉強会なんかとは違う感じのいろいろ面白い話も聞けると思うんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございましたというところで終わりにするところなんですが、ちょっと1枚おまけです。すいません、私もう一つ別の勉強会やってまして、ネットワークパケットを読む会という、これローレイヤーです。パケット解析からネットワークとかセキュリティについて学ぶ勉強会ってやってます。ハッシュタグと、サイトがあるんで、こちらもよろしくお願いしますというところで終わりでございます。ありがとうございました。